はい、ゴルフバーへようこそということで、上海バスケースケP活動を始めていきたいと思います。 MC は毎度ゴロトモカちゃんでございます。さあ、今日は白ワインを飲んでの解説となっております。ここまで未経験者対経験者でやっておりましたけども、この試合から混合チームになってますね。で、得点ボードが未経験者と経験者になってますけども、ゴローチーム対掛け算チームということでやっております。ゴローチーム、ゴロー、ごっちゃん、たかちゃんっていう感じですね。掛け算チーム、掛け算、つかぽん、まえこさんっていう感じですね。さあどういう試合展開になるでしょうかと。まあ、この日はですね、僕的にはすいません、ワインが変なところに入ってしまいましたこの日はですね、ポンプフェイクからのドライブか、うわ惜しい、ドライブからのレイアップを決めたいという思いでやっております。4試合分でも散々外してますんでね、そろそろ決めたいところでございますけれども、なんとこの日は水着で臨んでおりますこれで、すぐバスケ終わったらすぐ洗わないとね、忘れちゃうんですよね。この日は洗うの忘れて、家にあった短パンを探しまくってたところ、この海パンしか見当たりませんでした猛烈に足が上がらないっていうね、伸び縮みしないで水着全然足が前に出なかったですね。っていうのと、これも5試合目ぐらいなんで、リアルに足が上がらない、もうヘッドヘッドでございます。今回7分マッチでやってますんでね。さあ、どっちが先制点取りますでしょうか。岡ちゃんがいろいろ動いております。おっと、おっと、スマイル舞子決める。シュート正確でしたよね、舞子さんね。なんか僕もね、見てたら、もはやおっさん的には腕力とか筋力ないんで、シュートの飛距離もね、全然出ないんで、両手投げなんじゃないかなってなんとなく思いましたけども、この両手投げじゃない方がいいメリット、誰か僕に教えてください。さあ、おっと、あー、これはね、ちょっとパスミス。おー、さあ0対0、0対0って0対0のまま進んでおりますけれども、さあどうする。危ねえ、おこちゃん切れ込んで、お、来た、ナイスパス。うわ、2本目、めちゃくちゃナイスパス。ああいうのね、確実に決めていかないと本当でもパスもらえなくなるんでね、そういう危機感迫っております。ゴロでございます。ああいうの決めたいね、いいパスしてくれたやつね。さあ、いまだ0対0、硬直状態が続いているこの試合。さあ、どうやっていく。あめ、さあ、タカちゃんどう攻める。お、0対0、硬直状態が続いていますこの試合。あー惜しい。さあ、どっちが先制点を取る。あー、かけさん、ああいうのすっげえうまかった。さあ0対0、
あ、スマイルマヒコに決められる。1対0、掛け算チーム1点先取。マジでさっきも言いましたけど、あ、裏取られた、あぶね。あの、まえこさん、小中高大、あのバスケ経験者ということでね、マジでうまかった。おっと、タカちゃん決める、1対1。ソルジャータカ、ソルジャータカ、あのこの日そうだ、一時帰国前最終戦ということでね、今そうちゃんが一時帰国して戻ってきてんのかな、上海に。それでどこかで隔離されてます、あの男。あ、待ってるぞ総一郎。おー、ナイスシュー、切った、ごっちゃん決める、2対1。ようやく試合にリズムが出てきましたね。なんかね、隣のコートからボールが入って中断しております。さあどう来る。あー、あっぶねー、あそこね、ああいう外からこうドライブで切り込まれちゃうのね。なあ、絶好のパスだったのにも。さあ2対1、1点リードしております、ゴローチーム。未経験者対経験者で、あのこの日は勝てなかったんでね、なんとか勝ちたいゴロー。まあ、ゴール下タカちゃんいるんでね、強いし、スリーポイントのゴッちゃんいるんでね、僕がなんとか2人のお役に立てればいいんですけど、さあどうやってお役に立とうかしら。おっと、あー、欲しい、2対1。なかなか今回点入らないですね。さあさあどう攻める。お、やべ、切り込み早い。意外と最近個人的に思ったんですけど、切れ込んだら、あーっと、そんなこと言ってたら掛けさんに決められる、2対2。意外とドリブルで切り込むたら結構止められないっていうね、無理やり止めようと思ったら、まあ当然ファウルになっちゃうんで、なのでドライブを試みるっていうのは大事だなというね、改めて最近思ってる頃でございます。ただね、ドリブルもできないですし、レイアップもできないんで、この1週間はひたすら、おっと、そんなこと言ってたら、ゴロレイアップちょっと決めてみた、3対2ということでね。なのでこの1週間はひたすら左手レイアップと左手ドリブルの練習を繰り返しやってる頃でございます。さあ3対2、ゴロチーム1点リード。危ない、すげえ入りそう、打たしちゃいかん、打たしちゃ、来た、あー、もうめちゃくちゃいいパスもらってんな、ほんと振り返ってみると、くそー、危ない、今のも危ない、フリーで打たしちゃいかんな、あのディフェンスの時はね。さあごっちゃんどう攻める。あ、惜しい、こっちゃんのね、スリーが入り始めると、ね、止まんなくなるんでね、かっぱえびせん状態に。おっと、それじゃあ、タカもう身体能力半端ないですからね、身体能力チームでもトップ3にあるんじゃないですか。おっと、かけさん、おしゃれなシャレオツシュート、3対3ということで同点になってしまいました、ゴロチーム。さあ残り時間あとわずかでございます、おそらく。来た、タカちゃん。ああ、痛い、今のは痛い、
まずい、ここを温めろ。あぶねえ、入っててもおかしくない。このチームさあ勝てるんでしょうか。おお、たかちゃん決めて勝つ。このチーム勝利ということで、番組登録よろしくお願いします。